欲求ニーズ問題課題ということをよく聞いて、単に流暢に話をしている人が説明上手ではない、そこがもう大前提で。こんにちは、質問型営業の青木です。チーフトレーナーの西野です。この番組は営業に関するお役立ち情報提供させていただいております。よろしくお願いいたします。先生、まあ、営業の中にはね、やっぱり商品の説明っていうのがあるから、ペラペラ流暢に喋って説明上手にならなくちゃって思われている方結構ね、たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、質問型営業においてこの説明上手、先生から見て必要か必要じゃないかっていうとどうでしょう。必要なんですけど、はい、どういう説明がいるかっていうことを理解しておかないといけないということですね。はい、それはお客様に分かってもらうための説明で、こっち側が酔って説明するもんじゃないですよね、その素晴らしさを、どんだけ素晴らしく説明してもお客様自身に分かってもらわなければ意味がないですから、自分の立場で分かっててもいけないということですね、だからお客様の欲求ニーズ問題課題ということをよく聞いて、それが解決できるんだということの説明がいるといいます。自分の聞いてほしい説明を言うんじゃなくて、そういうこと、お客様が望んでおられるものの説明、そう、はあ、その解決策ですよね、問題課題あるいは欲求実現の解決策ということの説明ということですね。ちょっと先生、具体的にまたロープレーやってみてもらって。ロープレーでいいですよ、はい、まずはほんなら、流暢に喋ってね、寄っていくという自己陶酔型というようなことで具体的にちょっとお話をねさせていただきたいと思うんですけど、今お子様のことが心配っていうようなことで、どういう心配ですか。まあ、3人いるんでね、私なんかあった時、なるほどね、やっぱりそういうところがね、やっぱり一番心配ですよね。そうですね、もうそこはね、ぜひ安心していただきたいんですけど、もうまさに私たちは、ご夫婦だけじゃなくてお子さんも踏まえた中での保障ということはどうあるべきかというようなことでですね、そういうことを考えてきた歴史がございます。もちろん私もそういうことに影響されまして、実はこの仕事にもついたようなところがございましてですね、もうその一つずつをきちっと聞かせていただきながら、どういう形でやればベストかっていうのをですね、私どもでプラン作りをして、そしてそういうことをお伝えをしまして、そういう中でですね、進めていただくというようなことで安心をしていただけると思うんですね。というようなことなんですけど、いかがでございましょうか。という具合ですね。喋るのは喋ってますけどね。そうですよね。絡んでない。相手に対して絡んでないっていうことですね。具体的になってない。じゃあ今度いい例をやってみたいと思います。お願いします。ということで、保証ということでお子様のことを考えてというようなことですけど、具体的にはどんな感じなんですか。まあ、うちは3人子供がいるんでね。おいくつですか。上が12で8歳と5歳。実際子までね。そうなんですよね。まだまだね。男女はどうなんですか。上がお姉ちゃんで、あと2人男の子。賑やかですね。そうなんですよね。じゃあどういうところが一番心配ですか。今は私元気ですけれども、なんかあった時に、もちろん主人はね、もちろん元気で頑張ってくれてますけど、私今働いてるから、ちょっとちゃんとしときたいなっていう。なるほど。じゃあそういう時のために、ここをしっかりと安心できるものにしたいということですね。他にはございますか。だから子供たちが大きくなって時々にこう必要になってくるものとかもあるじゃない、進学とかね、そういう時にどうなんかないかなっていう。なるほどというようなことでいきますとね、ポイントは2つなんですね。一つは今ご自身が何かここね、で近々で今後
うん、あるいは何かあった時にちゃんとした保証、うん、というようなことですね、ええ、それからもう一つはやっぱりお子様は成長されますから、うん、そう、その都度その都度必要な、状況いろんなものがいりますから、はい、そういうところに、きちっと保証されるようなもの、そんなことがあればいいなっていうようなことじゃないですか。あ、そう、もう本当にそうです。そうですよね、だから実はですね、うん、そのために実は非常にこの2つのポイントをまさに私ども絞って、うん、ご提案をさせていただいています。あ、だからそれはもう本当にね、しっかりと見ていただいて、うん、今からちょっとご説明させていただきますけど、うんうん、もうそこが知りたい、はい、お役に立たせていただけると思います、うんうん、ありがとうございます。という具合ですね。もう入る入ったどうですか今の2つの違い。 いや、もうだって初めのはやっぱり何も聞かんと安心してください、安心してくださいって、何に安心すればいいんかなって思いましたけど、何でしょう、あの子供の、ね、年齢聞いて可愛いですねとか賑やかですねとか言ってもらったりすると、やっぱり顔が浮かぶから、はいはいはい、なんかそこなんですね。ね、なんかあの本当に即したものを提案してくれてるんじゃないかなって。あ、まあ、だから相手に寄り添って、そしてそういう中に説明をしていくと、非常に相手も分かってくれてるなという気持ちになって、あの聞きたい気になりますよね。ああ、それが説明上手、はい、というようなことなんです。うん、確かに、つまり説明上手は聞き上手っていうことなんですよ。だから聞き上手な人こそが説明上手で、単に流暢に話をしてる人が説明上手ではないっていうことなんですね。本当ですね、流れるように喋られても流れていくわみたいな感じのそういうことなんですよ。確かに、うん、じゃあ先生、はい、きっとご覧になっている方も納得なさったと思いますので、うん、はい、営業において説明上手になっていくためには、相手のことをしっかりと聞いて、相手のことをよく分かる、あるいはその感じる、うん、共にそういうことを一緒に考えるというスタンスになれば、自然とですね、ハーモニーのごとく相手の心に流れていく、そんな説明ができるようになると思います。先生、プレゼンってハーモニーのようにとおっしゃいますよね。そういうことなんですよ、すごい綺麗な例え。だから流暢に喋るのがハーモニーじゃなくて、相手の心の中に入っていくのがハーモニーっていうね。ハーモニーって協調とかって言いますもんね、はい、うん、だからいかにやっぱり聞かして、相手の状況を聞かせていただいて感じるか、そこがもう大前提であるということですね。まあ、営業って美しいお仕事ですねと思いますよ、はい、はい、ぜひ皆様参考になさってみてください。はい、いかがでございましたでしょうか。この番組役立ったという方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録、ぜひお願いしたいと思います。そしてさらにですね、具体的に知りたいという方は、入門編初めての質問型営業という Zoom での講座がございますので、ぜひそちらの方もお申し込みください。概要欄のところに詳細 URL がございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。